今週もやってまいりました週刊バイク TV。 皆さんお元気でしょうか。雨にも負けず風にも負けずバイク乗ってますか。バイクの狙いの人生か、私がお人です。そしてはい、雨が降ってても元気にバイク乗ります、平島なつみです。はい、ということでございまして、先週から北関東道か、周辺を走り回っておりますけれど、はい、今我々がいるのはこれ高架ですね。はい、栃木県の高架市北関東道の旅。前回は佐野サービスエリアを出発して真岡市へ。2週目となる今回も引き続き真岡の街をゆったりと楽しんでいきましょう。いやでもね、こっから先また本格的な冬じゃないですか。はい、どうしますか。なんか私体よりも手の先が冷たいのが冬嫌なんですよね。はいはい、まあそれねありますけど、まあまあ、最近はグリップヒーターもいいのが出てるので、まあ、それを利用するっていうのが一番簡単。そうですよね。うん、まあ、あとはあのヒート系のグローブですね。ああれ真人さんつけてませんでしたっけ。つけてました。はい、僕もそのやっぱ指先が冷えるタイプの人なんで、どうしてもやっぱり耐えきれなくなっちゃうから、それよりも先に先んじてやっぱり、電熱系のグローブを使ったりしますね。はい、でも、はい、その冬場熱を奪われるのの、はい、一番強烈なのは結局何をきっかけにするかって、外気温ももちろんなんですけど、はい、外気温で冷え切ったレバーをずーっと触ってると、はい、冷え方が激しくなる。基本的にこの皆さんが使ってる、はい、スカッチレバーであったりブレーキレバーだったりってアルミでしょ。うんうん、そうですね。なので熱伝導率が高くて、はい、指先からどん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 体温を奪っていくんですよ。なのでずーっとこうやって触ってるっていうのは冬場のツーリング等々ではあまりよろしくない。必要な時だけ指をこうスッとかけるみたいな状況を作らないと。そういうコツがあるんですね。あるんですよ。そろそろお昼よ。そうですね、本当だ、ね、もうランチタイムですね。ですよ。ここがねちょっと美味しいらしいんですよ。はい、外観おしゃれですね。ね、シャレオツな感じでランチのセットもあるみたいで。コースある。はい、じゃあ、はい、これでいきましょう。こんにちは。見目麗しき料理としてなりますが、すごい綺麗ですよね。ということでシェフにも、ご登壇いただきましたということでございます。よろしくお願いします。お願いします。お名前いただいてよろしいですか。はい、トラットリア心シェフ若井路健二と申します。すごいお名前ですね。若い色って書くんですよ。へ、若い色。よろしくお願いします。もう本当に美しい料理が並んでるんですけども、はい、これの料理をちょっと説明していただいて。はい、ですね、ここ真岡市ということで、真岡の野菜をシンプルに、はい、素材の味を生かすように全部調理してあるんですね。前菜からパスタメインに至るまで全て真岡の野菜を、はい、中心に作っています。はい、じゃあ私いただいていいですか。かぼちゃと栗とのパスタですね。そうですね。またこれもかぼちゃは素揚げな感じ、ね、そうですね。もうそれはもういただきます。はい、うん、おいしい。なんかこの麺も細めの、うん、しっかりした麺だから、なんかクリームとよく合ってるし、うん、なんかこの
こういうのと一緒に食べたくなりますね。食感もでかいし、なんか僕らのイメージだとなんかクリームパスタだとちょっともうちょっと太めのパスタっていうイメージがあるんですけど、ここまで細いのも合う。そういう方が結構あの重いクリームパスタって途中で飽きちゃったりとか大変なんですけど、はい、細いとスルッと食べていただいて、はい、逆に食材を生かしてくれる。なるほどでございますね。仕立てがいいですよね。なんかやっぱ盛り付けがすごい綺麗で食欲そそりますよね。きますきますきます。じゃあ松戸さんの方も。しかしこれをお箸でいただこうと思うとですねなかなかに大変かなとも思うんですが、せっかくねあの綺麗な盛り付けでございますけども、このお花を散りばめたかのようなね、お花畑な状態でございます。こちらのお魚は今日何でしょう。カレーですね。カレーでございますよ。もうカレーに調理されてございますが、はい、いただかせていただきましょう。大きな一口でございます。いただきます。カレーでございます。あ、うん、はい、いやでもうまいね。いや本当ですね。若井戸さんは、はい、こう農家に来てからなんかこの料理の仕方変わったりとか、なんか出会ったこととかなんか変わったことありますか。そうですね、今まで働いていると業者さんが野菜を持ってきたり、それ以上先が全然見えなかったんですけど、はい、自分で農家さん、まあ、直売所行ったり農家さんと話したりして実際作ってる人と作ってる場所を見ることができると、その野菜の使い方もやっぱ変わってくるんですよね。それとあと物をなんですか、粗末にしない、皮も全部使って全てをお客様に提供できるようにっていうのを心がけるようにもうさらになりましたね。素晴らしいですね。料理人妙理に尽きるステージを与えられます、うん、こちらのお店もう一度言って、あの何でしょう、皆さんにぜひお越しください。メッセージを。真岡市にあります、トラットリア心と申します。ぜひ皆さんいらしてください。よろしくお願いします。ということでございます。美味しい料理ありがとうございました。ありがとうございます。引き続き食べさせていただきます。はい、よ、すいませんなんかこうやって見た目も綺麗なだけじゃないんだなって思いました。そうでしたね。まあなんでしょう、儲かし、ちょっと底力がいろいろあるんですね。儲かに来てこんな素敵な、こうなんかおしゃれすぎて、うん、なんか東京に全然引きを取らないですね。いや本当ですよ。しかもプライスオブバリューですから。はい、どうですか、大体こういうこの感じやったらもう2000円プラスでしょ。あ、そうですよ、ランチですもんね。そうそうそう、全然ディナーでもいけるレベルですよね。いやもうそうですよ、うん、まあ、食材の素性もしっかりしますからねぜひとも皆さん本当にいっぱい食べた後になって食べられます。ぜひとも皆さん食べてみてください。雨の日安全に走るためにニーグリップの方法を教わっちゃいます。今回は改めて、大型免許を取得されました、なっちゃんにですね、ありがとうございます、この CB1100RS にですね、はい、またがっていただきながらそのフォームを作っていこうと。わかりました。どうぞよろしくお願いします、はい、すごいっすよね。だって今身長何メートルでしたっけ1.54 メートルですということでございます、はい、またがります。またがりましょう、はい、ですね。はい、通常こんな感じですけど、まあ、いわゆるニーグリップって、はい、みんなが思うニーグリップはここじゃないですか。そうですね、あのこの膝のねところで、そうですね、膝だけでギュッてやるイメージですけども、うんうん、それだけではなく、なくここからです、大事なのはね、足、まず、ライダーの、まあ、いわゆるプロフェッショナルライダーの人のブーツの靴底を見るとですね、すごいです。これ持ち上げるでしょここが減るんですよ。ここがね穴開くんですって。内側ですか。そう、もうこのいわゆるここがあたり、うん、ね、穴が開くのはなんでかっていうと、ここでギリってこうステップ踏むからなんですよ、うん、なるほど。踏んでなおかつ下に向けた力を斜めに、このかかと側に、はい、これありますよね、ちょっと言っときますよ、はい、これがあります。あのこれが SS だとこうヒールプレートっていうのがついてたりするんですけど、ここにグッと下に踏んでここにかかとに押し付ける、うん、でこの状態で足がロックできたらそのまんまふくらはぎ、うん、で膝に向かって締め上げ、下から締め上げていく、うん、それキューって締め上げていくと、うん、
1日それでやるともうおまたブランブランになります。いやそうですよ、内ももとかやばそうですね。いやだからそれくらい締めなきゃいけないって、はい、ニーグリップしなきゃいけないってことですもんね。そうなんです。では例えばこれがだけど、はい、土踏まずで踏んでくださいって言われたらどういう形になります？土踏まずで踏んだらこうしてなんかちょっと力入りにくい感じ。にくいですね、うん、なんかやっぱ逃げちゃう力が、うん、そうですね。でもこれのつま先を中に、うん、なるだけ中に追い込むような形にするとニーグリップって、はい、実は簡単な確認方法があって、はい、人間の体っていうのはつま先がまっすぐだとこうでしょ、はい、でこれが外だとこうでしょ、はい、これが内側にちょっとでも入ってると勝手にここ閉まるんです。なので乗車姿勢は必ずこうです。なのでほんの少しつま先を内側に入れた状態でそれをグッと、これがね、これかかと開いてるじゃないですか、この状態でなんでこうやって締めれるんですかと思うんですけど、バイクには幅があって実はちょっとだけ内側につま先を入れても抑えられるようになってるんです。なるほど。でその状態で締めると勝手に人間が人間の構造で全体を締めることができる。これも一つ覚えておいていただけると。なるほど。あ、確かにそうだ。そう、確かにそうだ。そうなんですよ。続いてはレベル250にまたがってニーグリップやってみましょう。フォワードコントロールの、部類に入ります、はい、うん、ちょっとシートより前にステップがある、うんうん、そういった形になります。はい、ではなっちゃんまたがりの、はい、またがりのまたがりの、はい、両足上がっても大丈夫です。はい、どうですか、キュッと抑えられますか。ま、でもこれも、はい、じゃあつま先がこう、うん、ペダルについてってことですよね。そうですね。これだといわゆるそのここ、はい、ステップのくっついてるところ、まあ、ブラケットっていうんですけど、うんうん、ステップブラケットのところをキュッと締めるような形にして、作り上げていくとニーグリップが完成します。で、まあまあこれができていればオートバイが少々振られようと、うんうん、抑え込むことができます、うん、そしてこれができていれば両手を離してはい、体が前後になっても、うんうん、何ともないんです。ということはどういうことかっていうと、はい、右手のアクセルの開き具合が変わらないことです。自分でコントロールできるところ、うん、体が後ろに持ってかれるっていうこともないし、かといってそう、うん、急にガーンってこう前提になったりすることもない、ね、自分がコントロールしたいパワーを絞り出したいところまで自分のコントロールでできるという。なるほど。いやだからなんか最初乗った時、はい、なんかこの車体ってちょっとキュッボンキュッボンみたいな感じでここちょっと閉まってるじゃないですか、タンクが。だからなんだろう、ここの隙間をちょっとなんだろう他のより感じてしまうっていうか、この股のところのなんかちょっとその不安感があったんですけど、はい、でもちゃんとニーグリップしっかりすることによって、うん、なんかそういうのも解消されるんだろうなって思いました。そうですね、はい、まあ、だからニーグリップっていう言葉がちょっといろんな誤解を生むので、うん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 、下半身のホールド、そういう形の考え方をしていただけるといいです、うん、で下半身のホールドさえできれば、いわゆる一番最初のステップ、はい、ヒールプレートっていう形が、うん、これができないと、うん、GP ライダーさんたちみたいなああいう内ももをバーンと開いてみたいなフォームも絶対できないんです、うんうんうん、ぶら下がったってハンドルアクセルは自由に動かせません。自由にこっち側動かせなければブレーキフロントブレーキも自由には使えないんです、うん、そうすると何もしない何もできないっていう状態が生まれてしまうのでそれは危険にしかつながりません、うんうん、まずリーンウィズをちゃんと出来上がった状態からまた別なライテクに進んでいっていただけると安全に楽しめると思います、はい、ね、ということでございます。雨の日も同じですよ、はい、これさえやっとけばいろんな意味でズルッとなった時でも、はい、対処できます、はい、できることが多いです、はい、ですのでぜひともそちらはやってください。皆さん安全に走るためにもニーグリップ意識してみてくださいね。さて夜も更けて夕食へと向かいますが、今回は真人さんも知らないお店。あ、こんなところにパン屋さんあるんですか。はい、そうそう、言っちゃ悪いけどこんなところにですよね。
あれこの、え、このあれあれあれやっあれちょっと待って、セイロンフレーバーって焼肉屋さんにセイロンフレーバーって書いてある。はい、そして1人前500円。え、1人前500円ってどういうこと？セイロンフレーバー思いっきり書いてある、セイロンフレーバー、すっごいぜ、おい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 、これか。おお、なんかすごい、ちょっと営業中、えい、おうおう、あらまた。なんとこちらメディア初登場、スリランカ人のオーナーが楽しませてくれます。えらいとこへ、なんかすごいですね。ちょっとちょっと、なんやなんや、これなんかクリスマス感すごいですね。ということで、まあ、これウェルカムな感じでしょ。そうですね、ドッキリなんですね。失礼します。こんばんは。こんばんは。おお、やっぱり焼肉屋やで。焼肉屋野菜やで。すいません、失礼します。でも何がある、どういうこと、何がある、すいません失礼します、どういうこと、なんだなん、え、いやもう何の説明もなしに僕ら連れてこられたんですけど、しかもどうぞって言われて、え、ちょっと待ってください、はい、え、ちょっと待って、何があって、カレーですかこれ、え、どういうことですか。カレーなんですけど、はあ、ははあ、カレーと焼肉一緒に食べる、楽しみに食べるように、日本人の口に合うようにそういう辛さで作ってます。やっぱりスリランカのカレーは辛いです。辛いです。日本人が考える辛い。一度だけど、なんかそのスリランカ級をいっぺん食べたいですよ。え、辛いの大丈夫なんですか。ダメですいやダメですけど、やっぱりせっかくですからね、こういう機会じゃないとなかなかないじゃないですか。じゃあ、いや、一つだけそれにしてもらいましょう。じゃあ分かりました、一つだけですよ。あの、これでこの状態からもっと辛くしてくださいはできます。あ、できます。じゃあこれチキンが2個あるから1個、うん、1つ、じゃあ、まあ、1つ、こちらをスリランカ級に、はい、お願いします。はい、怖いわ、すごいよ、だってほら重い、俺こんなに重たいメニュー初めて見た。あ、来た、ランチカレー食べ放題700円。どうすか、放題ばっかりじゃないですか。お台場なんかここはっていうぐらい放題ですよ。いや、やばいですねさあ、そうこう言ってるうちに、え、辛くなったの来た、セイロン級がやってまいりました。うわー、あ、ちょっとこれこれちょっとちょっとこれちょっと比べようか、比べようか。いや、色はそんな変わってないですよ。変わってない、はい、はいはい、じゃあ普通のね、まずは普通の方つけて、そうですね、いただきます。はい、どうぞ。うん、うん、おいしい。うん、辛さは普通に全然辛くないですよ。うま、ん、み、うん、がちゃんとあって、うん、だって問題の正論級ですよ。よし、頑張ろう頑張ろう。さあ正論級頑張ろうって言いながら結構たくさんつけましたよ。よし、行きます、いただきます。行っちゃってください。全然お肉乗っかりませんけど、うん、きた、スパイスの香りが口に入れた瞬間ブワッて広がる、ブワッて広がる。あ、ちょっとで、後から辛い。あ、辛い。ああ、が、うん、我慢できるけど辛い。我慢できるけど辛い。辛いは辛いですよ。辛いですか。ちょっとなんでずっと食べてるんですか。あの、だん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 。だんだん辛い。最初全然辛くなかった。最初辛くないね。うん、最初辛くない。食べて後にもう辛さは出る。なるほど。で、いただきます。え、最初辛くなさすぎてバカにしてました。全然余裕じゃんと思ってたら、うん、あ、うん後から来ますよね。ほんとね、ほんとね、下びらに痛みが入ってきますうまいです。香りがブワーッと広がって、スパイスの香りがバーってなるんですけど、ナチュラルハイになれるやつですね。あ、でも私これ美味しいわ。美味しいね、これ美味しい、これ美味しい。ちょっと痛み収まってくると、うん、またもう一回食べたくなります。うまいっす、うん、辛いっすけどうまいっす。うん、うん、うん、なんか来た、これ特特盛り3000円。え、これでこれ3000円、は
はい、8種類入ってますので。8種類入って、はい、お肉はすべて1人前500円、8種類ものお肉が入って3000円の特特盛り。アラカルトでオーダーするよりも1000円もお得なセットに心が躍っちゃいますね。そのお味は？ちょっと、あ、気がついたら焼肉にもめちゃめちゃ詳しいなって。お肉マイスター、お肉番長、はい、豚タン、いただきます。トンタンタタンタンタタンタン、いきました。うん、おいしい。厚み、はい、タン特有のシャキっていう歯ごたえもあって、もう豚の甘みもあって、お、最高です。いいっすね。あのお肉へのアプローチが半端ない。お、自分の忘れてる、うん、ちょっとなんか焦がしちゃいけないと思って。いやいや、もう全然平気ですよ。うめえっすな。うーん、うめえっすな。悪いっすけど、カメラさんにも悪いっすけど、うめえっすな。どうですか、今週振り返って。あー、食べた、よーく食べた。よく食べてるよね。よく食べました、ほんまに。今日はちゃんとね、でも雨の日のライディングポジションもちゃんと学びましたから。やりましたからね、はい、やることはちゃんとやりました。やりました、はい、やったご褒美ですよね。はい、そういうことです。そういうことですよね、はい、朝からずっとご褒美続いてるんですけど大丈夫ですか。罠じゃないですかこれ。来週はいっぱい乗りましょう。ということでございまして、はい、まあまあ本当に北関東、なんか今の段階では北関東道グルメ旅行になってますけど。そうですね、今のところはですよ、きっと後半きっと違う気が、うん、じゃないですかね、多分きっと。マジっすか、もしかしたら。本当っすか。ということでございまして、みるみるうちに丸くなっていく、はい、我々かもしれませんが、我々2人を、ね、甘い目で見てあげてください。そうですね、ぜひともよろしくお願いしたいかと思います。ということでございまして、雨の中の走行、皆さんもぜひとね、そちらも参考にしていただきながら、はい、走っていただけるといいかなと。そして美味しいものを食べて、そしてまた乗って、バランスをとっていきましょう。よろしくお願いします。ということで、北関東道の旅、2週目これにて終了とさせていただきたいかと思います。お相手は私真人と平島夏美でした。では皆さん、また来週、バイバイ。